JR 国分寺駅南口にあります額縁専門店次男画坊2代目店主長谷川です。国分寺じゃなくて東小金井駅、改札です。ただいまの時刻が、午前6時30分になるところですね。いつもだとだいたい5時前後に、東小金井駅ウォーキングの途中で寄ってますんで、いつもより1時間半ぐらい遅いですけど、さすがに人が多いです。はい、これから、自宅の方に折り返したいと思います。次男画坊は本日も朝10時開店予定です。よろしくお願いします。ありがとうございました。